キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日はジャイアンツ、はい、セリーグ最終日です、うん、はい、巨人なんと4位という、はい、4位でしたね。これでも最大の理由あるんですよ。はい、一つ、はい、もう明確なんですか。明確です。はい、なんだと思いますよ。ジャイアンツなんだろうな。一つです。一つですか。はい、8割の確率で、はい、まあ、最下位、あ、B クラスになっちゃうんですよね、うん、まあでも、あ、わかった、それか。やっとわかったですか。わかりました。オープン戦最下位。そう、はい、オープン戦最下位になると8割の確率で最下位、うん、2割の確率で優勝っていうね、はい、で巨人はヤクルトと同率でオープン戦最下位だったから、はい、もうそれはもう B クラスなんても仕方ないね、まあ、ヤクルトが優勝のを取ってちゃった。そうそう、兄さんに絶対になんないからね、うん、まあでも巨人ね、はい、もう最大の問題点はもうあそこなのよ、うん、はい、ピッチャー陣じゃないですか。防御率、うん、悪すぎる。はい、 3.69 ですね、チーム防御率が。うん、セリーグワースト、うん、で先発防御率 3.64、はい、セリーグワースト3、うん、リリーフ 3.80、はい、ダントツドベ。わー、だからもう投手陣がちょっとヤバすぎるね、うん、そうですね、うん、で、うん、フォアボールの数が414でダントツドベです、うん、はい、だから与えた。本当だ、だから多すぎるよね。ちょっと DeNA がまあ408で、うん、広島407ですけど、まあ最多の414、うんうん、そういったところでやっぱ無駄のランナーも出してね、うん、で援護率は 4.00 だから高いのよ。あ、4点台あるんですね。援護はしてるね、うん、でもクオリティスタート 48% と5割切ってるっていうところと、はい、なんて言ってもエラーが82個で阪神に次いで多いのよ。だから巨人ってやっぱ優勝してる時ってエラーダントツで少なかったから、はい、そういったところでやっぱ守備のミスっていうところは大きいね、うん、はい、だから大勢がね新人王を取ったけども、うん、まあリリーフ平内新しいの出てきたりとか頑張ったけども、うん、はい、全体的にやっぱりリリーフのピッチャーがちょっと悪すぎたよね。だから平内53試合登板4勝4敗防御率 4.32、うん、ね、で、大勢が 2.05 で37セーブ、はい、で今村55試合登板2勝4敗 3.57、うん、で鍵谷21試合 3.71 赤星31試合、まあ、先発も、ね、後ろも両方やったけども 4.04、うん、桑原49試合 5.16、うん、ね、畠27試合 3.14、うん、ね、で高梨59試合 2.14、はい、ね、こちら良かったね、うん、っていう感じよ。はい、もうリリーフがね、うん、やっぱこう方程式がバシッとはまってないね、うん、で登板で先発がクオリティスタートいけない、はい、リリーフ登板型になる、うん、どんどん成績落とすみたいなね、はい、でもう一つがね、はい、やっぱ外国人選手たちがダメダメすぎるね。あ、シューメーカー18試合登板、はい、4勝8敗 4.25、メルセデス20試合登板5勝7敗 3.18、 こちら長いイニング投げれませんっていうね、うん、でアンドリース5試合登板2敗 4.82 防御率、うん、この補強した外国人先発が軒並み活躍できないっていう、はい、この板でね、うん、はなかなか苦しかったね。そうですね。でまたなんかこう新顔の 赤星投手とか、うんうんうん、あと山崎伊織投手とか、うん、その辺もこう、でも山崎投手とか 3.114ですけどね、防御率は、うんうんうん、赤星は4年で、まあ、1年で、まあ、5勝5敗、まあ、来年に向けてはね、この赤星、うん、そして、山崎伊織、うん、あと堀田投手とかね、うん、はで直江とかね、はい、来季に向けてはまあまあまあ期待値は上がるけども今年っていうところではね、はい、で、戸郷が12勝8敗、はい、もうちょっといけたよね。そうですね。で菅野が10勝7敗っていうね、うん、もうちょっと勝ち星上げれたんちゃうかっていうね、うん、ところはあるけどもね、はい、やっぱり高橋由紀がね、うん、1勝5敗っていうね、はい、のもきつかったしね、うん、やっぱり投手陣の再整備は、はい、もうこれはもう課題中の課題だね、はい、で打線もチーム最多打率が2割7分7厘の吉川っていうところがね、あー、そうなんだ、やっぱりちょっとね、はい、あの全体的にっていうね、うん、まあ、あので坂本の怪我が痛かったね。そうですね、やっぱ坂本がいた時は上がるけどいなかったら落ちるっていうね、うん、これやっぱ坂本が1年間コンディショニングを整えて出れなかったっていうところも多分 B クラスに落ちた一つの要因だし、はい、まあ、丸は2割7分2厘ホームラン27本、中田翔も2割6分9厘ホームラン24本、うん、
でポランコね24本打ったけど対談、はい、うん、で岡本和真2割5分2厘ホームラン30本、はい、もうちょっと打率ね、うん、本人も多分高くいきたいだろうっていうところ、ね、はい、でウォーカー2割7分1厘ホームラン23本、うん、こちらも全部フル出場できればね面白いかなっていうところ、うん、ウォーカー選手こう徐々にこう上げてた感じありましたけどね。そうそうそう、一人一人のやつ見たら、うん、そこそこ打ってるように見えるんだけど、はい、うん、なんかその全体的に打ったなっていうイメージがないところが怖いよね、うん、そうですね、うん、だからまとまってなかったのかなっていうね。確かにこうなんか爆発した人ってあんまりいない感じがありますよね。だからまあそこで新外国人来るだろうしね、うん、でも結局はピッチャーを整備しないと、はい、ちょっと悪すぎるからね、うん、だからそこだねジャイアンツの一番の課題は、ね、だから菅野がやっぱり15勝ぐらいね、うん、まあ、このままこの今がもう今はもうピーク過ぎて下降線入ってんのか、はい、まだこんなもんじゃないのか、まあ、体の怪我もあるだろうけどね、うん、これをちょっと測らなきゃいけないね、はい、だこれがもうピーク過ぎてんだったら次のピッチャー作ってこなきゃいけないから、うん、ね、ずっと菅野に頼ってばっかりでもいけないし、はい、まあ、まだだったら、まあ、ここでしっかりコンディション整えて、うん、来季に向けてはまあ最低でも貯金5ぐらい作れるように持っていきたいし、はい、うん、で戸郷がね、まあ、戸郷はもう貯金7ぐらい欲しいよね。そうですね、まあ、もうほぼ柱ですからね、まあ、悪くても15勝7、8敗とかね、はい、ここら辺に来ればね、うん、いい形の結果も出てくるし、はい、でもこれ2本しかいないからね先発が。いやそうですね、うん、今日本柱でそのじゃあ次ってなったら誰になるんだってなりますもんね。そう、だからいろんな選手が初勝利上げてますみたいになる、はい、そうですね、結局はこれっていうのがね、はい、うん、進化が出てきてるという。そうそう、だからそこら辺に来年は赤星とか堀田とかね、うん、山崎伊織とか出てこなきゃいけないし、うん、はい、高橋の復活とかね、うん、まあ、あとは外国人だね。そうですね、入ってこないと、うん、まあなかなかちょっと苦しいよね、はい、ルーキーも、ね、1位2位は外野手取りましたからね、うん、そう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 、うん、だからまあちょっとあの、うん、高年齢化してるから、はい、あの丸、うん、中田、中地、マッチ、長野選手も帰ってきましたね。長野、一緒、もうこう、もし長野、うん、中田、あ、長野、中地、マッチが3人全員一軍にいたら、はい、多分来年も勝てないよですか、うん、まあ、でもちょっともうみんなベテランすぎる感じですね、うん、でそれぐらい若手が育ってないってことでしょ、うん、もしくは育てようとしてないってことでしょ、はい、それはなかなかチームとして厳しいなって思う。未来が怖いですね、うんうん、まあ、あとは外国人ね、どっかはめ込んでくるっていうのと、まあ、外野がね、はい、うん、まあ、回るっていうところしかね、あとはまあ外国王かもあるけども、うん、これっていう日本人がね、はい、なかなか活躍していないっていうところはあるけども、うん、あとはもう坂本が怪我なく1年、はい、だからもう、西武の源田がね、うん、超大型5年複数年ぐらい持つんだからね、はい、あ、俺ひょっとしたら来年巨人行くんちゃうかって思ったけど、うん、そんなことなかったわ、はい、残りました、うん、ライオンズ愛が強かった。そうですね、うん、だから坂本のコンバートも含めてどうするかとかね、うん、まあ、怪我されたら困るからね、うん、だからそこら辺も来季に向けては課題になってくるんじゃないのかな、はい、ね、うんうん、だからもう打線は坂本が怪我なく戦えるかで、はい、まあ、まとまるかどうかと若手の突き上げだから松田陸とかね、はい、うん、だから本当あの長野、マッチ、中地が3人1軍にいるようでは、はい、チームとしてはダメだと俺は思うけどね。そうですね、あとピッチャーやっぱ先発がね、うん、しっかりもう1本ぐらいの柱は必ずいるだろうし、うん、リリーフもちょっと方程式盤石にしないと、うん、ちょっとバタバタしすぎだからね、はい、そこら辺が整わないと、うん、きついよね、はい、来年も阪神も上がってくる、ヤクルトの強さある、うん、ひょっとしたら2年連続 B クラスもね、はい、可能性巨人は十分にあると思う。確かに見てるとこう課題ってちょっとこうね、ちょっと多いのよ、投打両方にあるっていう感じですもんね、うんうんうん、そう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 、うん、しかもこの若手のね、うん、これからっていう選手がまだ明確にいないから、うん、数はいるけども明確にっていうのがいないから、うん、はい、万が一大勢とか怪我したら終わるしね。そうですね、だからそういったところではちょっとね、うん、はい、綱渡り感あるから、うん、そこら辺もうちょっと盤石にしていかないと、はい、名前だけじゃ勝てないからね、うん、選手も名前だけじゃ打ったり抑えたりできないしね、はい、そこら辺ちょっと若手の突き上げと層の厚さっていうのを盤石にしないと、うん、ちょっと来年も B クラス可能性あるんで ね、 そ、 うですね、まあ、そこら辺は新外国人とか新人選手も含めてキャンプオープン戦見てどうなるかだね、うん、未来のスターがねもっと出てきてほしいですね。出てこないとね、うん、まあ、でも出てくる可能性も十分あるからね、はい、まあ、そこら辺また来季に向けて注目したいですね。はい。